はい、こんにちは、ラナボチャンネルです。今回もお越しいただきましてありがとうございます。今回はですね、昨年の学生長距離界のスーパールーキー、田澤廉選手の紹介をしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。ということですね、学生長距離界で昨年最も輝いたルーキーっていうのがこの田澤廉さんじゃないかなと私は思うんですけれども、駅伝の世界に新人賞っていう概念があるのはね、確実にこの田澤さんが多分それ獲得してるんじゃないかなっていうぐらい、昨年の活躍はね、本当に目覚ましいものでした。本当に目覚ましかったです。本当にっていうところなんですね。でまあ、この今年に入ってからコロナ禍においてもですね、この田澤選手はもうノリノリのノリという形でですね、もうガンガン記録を伸ばしている、もう毎年のように成長を続けているような、まさに令和の怪物とも呼べるような、こんな選手が田澤廉選手だと思うんですけれども、今回のこの動画ではですね、そんな田澤廉選手の走りを解説して、そしてその真似の仕方までお話ししていきたいと思います。多分これからの駅伝シーズンですね、この田澤さんの走りを目にすることって本当に多いと思うので、ぜひこの動画見ていただくと、あの田澤選手ってこんな特徴があるんだっていうところで分かっていただけるかと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。はい、そして私のランラボチャンネルではですね、こういうような形 でトップランナーの走りを研究して、そして自分の走りにこう落とし込んでいくみたいな、そんな感じのテーマで話をしておりますので、ランナーの方はぜひチャンネル登録しておいてください。それでは早速いきましょう。はい、では早速まずね、また田澤選手の経歴とその特徴からチェックしていきたいなというふうに思うんですけれども、田澤選手はですね、手足がスラッと長く、そのシルエットはまさに綺麗な一本の線。そんな田澤選手の生年月日は2000年の11月11日、つまりは2000年のポッキーの日に生まれたというのがこの田澤廉選手なんですね。まあ、だからあんなに綺麗なね、ポッキー張りの愛のラインを持っているというようなところで、まあそれは多分関係ないと思うんですけれども、身長176センチということでですね、長距離選手としてはかなり長身の選手だなというような印象があります。そして座右の銘は UO 邁進。これについてはですね、田澤選手のことをよく表しているというか、田澤選手のためにあるんじゃないのみたいな、そんな言葉なんですが、これについては後ほどまた解説をいたします。出身は青森県八戸市というところなんですね。で、小中学校は地元の、小中学校に行ってらっしゃいますので、八戸市立これ川中学校、これ川小学校、こういったようなところに、行かれたという形ですね。で、地元の青森県で開催されております青森海猫マラソンというところに小中両方とも参加をしまして、そしていずれも優勝されているというようなね、キッズの時からエリートランナーの卵だったというようなところがこの田澤廉選手というところですね。そして中学時代から8分55秒ぐらいだったかな、8分台ランナーとして 3000m を走ってらっしゃって、中学生で8分台出せるっていうのはですね、中学生としてはエリートの部類に入るかなというところなんですね。田澤さんは8分55秒なので全国大会には出場できるぐらいの選手だったというところだと思うんですが、ちょっと映像が残っておりまして、ね、こちらですね、これが青森県の中の、まあ、あの中学生大会ですね。要するにまあ青森県の選手権みたいな感じだと思うんですけれども、こちらではですね、3位というところで、青森県内の中学生ではトップクラスではあったものの、トップではなかったというのがこの田澤廉選手の中学時代の経歴かなというところなんですね。で、この中学生ぐらいの時からですね、田澤選手は駒澤大学に対する憧れが出てきましてですね、大八木監督、まあ駒澤大学の監督ですね、大八木監督が、試合で東北に来られた時、まあ青森だからちょっとわからないんですけれども、来られた時に、わざわざ田澤選手の方からですね、サインをもらいに行くというようなこともされてたぐらい、大八木監督に対してのこうリスペクトがすごい強い選手なんですね。こちらなんですけれども、あのこの大学駅伝の本で、これ一応ですね、田澤選手のページがあるんですね。で、この田澤選手のページもあるんですけど、こういうようなね、あの特集系とか見てもですね、田澤選手は結構断るごとに大八木監督の名前をこう出されてるんですね。でもう本当に監督に対してのリスペクトが非常に強い。中学生の時から、もうまさにですね、大八木監督を追って、そして、陸上競技を頑張ったというような選手がこの田澤君かなというふうに思うわけですね。そして高校は地元名門の青森山田高校に進学をされました。青森山田高校といえばね、あの卓球の Qちゃんじゃないわ、卓球の愛ちゃん、福原愛ちゃんが、いたりだとか、あるいはですね、エア K、錦織圭選手なんかも出身のスポーツの名門校だというところで知られておりますが、この時のですね、田澤さんがいた時も陸上競技でね、かなり強かったというところ、田澤選手がね、青森山田高校に入学した後もですね、もう非常にその活躍というのは広げておりまして、なんと高校1年生で 5000m14 分4秒という記録を叩き出しています。これはとんでもない記録です。あの高1歴代で当時で3位とかに、ね、入るような記録でして、まあ、1位はあの遠藤日向さん、これ高1で13分台出してたんですけれども、これもまた恐ろしいんですが、田澤選手はですね14分4秒ということで、これもまたね
ね、あの大変な記録です。そして高校2年生ではですね、 5000m の記録は13分53秒という記録まで縮め、もうこれもなかなか大変な記録なんですが、それ以外にもですね、全国高校駅伝では1区を走りまして、2年生ながら区間4番に入るというような激走も見せております。そして3年生になる頃からですね、勝負強さを身につけてきた田澤選手、全国インターハイでは7位に入賞し、何よりですね、このアジアジュニア選手権という大会でですね、2位に入っているというところが、高校生の中でもまあ一番ね、大きなというか、まあ、大きな試合での功績かなというふうにも思うわけですね。でこの頃からですね、走りにもさらにこう強さというのが出てきましてですね、勝負強くなって、もうなかなかね負けるということがねなくなってきたというか、まあ、非常にこう走りがパワフルになったなという印象なんですね。まあ、ちなみにこう田澤選手ですね、後に解説するんですが、フォームもですね、非常に前傾の強い選手でございまして、ただ高校の時はですね、今よりなお前傾が強くて、そしてこう少々荒削りなんですけれども、非常に力強いというところがですね、この田澤さんの特徴です。そしてその後大学は晴れて駒澤大学に入学、中学生時代の時からの憧れのところに入学をされたということなんですが、ここで田澤選手の座右の銘を思い出してみてください。 You are my sin、これどういう意味かというと、一つの目標に向かってまっすぐに進み続けるといったような、ね、そういう意味があるわけなんですが、中学生時代に描いたこう駒澤大学という憧れにですね、そこからブレずに、その本当に進学している、これは素晴らしいことです。と言いますのもですね、この田澤選手が中学生時代っていうのは、あの駒澤大学がめちゃめちゃ全盛期だったかっていうと、意外とそうでもなくてですね、おそらくその時って2015年とか4年とかそれぐらいだったと思うので、青山学院大学が連覇をしている、そんな最中だったと思います。ちょうど私が大学生の時だったのでね、青山学院大学がちょうどこう連覇してた、そんな時だったんですが、それでもですね、おそらく青学からもね、田澤くんぐらいのレベルだったらスカウトがあったと思うんですけど、真相は分からないですけどね、あったとは思うんですけれども、それでも当初のね、思い描いてた目標の駒澤大学へブレずに進学をしたって、これはまさに勇往邁進と言わずに何というというところですね。そしてやっぱりね、ブレずに入学するって決めた、そういった環境に身を置くというのは、これはやっぱりすごいことでですね、駒澤大学に入学した後は 5000m でもう大学1年生ながら13分41秒という記録を叩き出しています。これはですね、当時でにアンダー20、まあ、いわゆる20歳以下の歴代10位かなに相当する記録だったというふうにも、見ておりますが、これ本当にすごい記録なんですね。あの今年吉井大和選手とかがですね、アンダー20の日本記録とか出しちゃったりしたので、ちょっと感覚が狂ってきているところあるんですけれども、これも十分大変な記録ですからね、大学1年生で13分41秒っていうのは、下手したら留学生に匹敵するレベルです。そして出雲駅伝ですね、大学1年の出雲駅伝では、こう映像も出してますけれども、例えば青山学院の吉田啓太選手だったりとか、今年卒業しましたけれども、東洋大学の駅伝キング相澤明選手ですね、こういった選手が後ろからこう猛追をしてきて、で一緒の集団で走るんですけれども、最後はですね、これらの偉大な先輩を全員振り切って、トップで襷リレーをするというような、こんな勝負強さを見せているというのが田澤選手です。そしてその後の全日本大学駅伝では7区で区間賞を、ね、1年生ながら獲得して、そして箱根駅伝ではですね、3区で区間新記録、1時間1分24秒という大記録を樹立しています。この3区って、箱根の3区って結構これまで名だたるランナーがいっぱい走ってるんですけどね、大迫傑選手だったりとか、設楽悠太選手とか、あの辺も3区走ってますし、あとは佐藤悠基選手なんかも走ってまして、あとはですね、引退してしまったんですが、竹澤健介選手、早稲田大学にいた選手ですね、こういった方も3区でね、あの大記録を打ち立ててるんですが、それらの記録もですね、更新をしたというところで、この田澤廉君すごいような走りをしてるなというような印象ですね。で2年生に進級してからもですね、あの緊急事態宣言中は学外の土手とかで、あの距離、長い距離があんまり取れないので、ショートインターバルとか中心に練習されてたようでして、それのおかげか練習の質がかなり高まったというところをね、あのおっしゃってましたね。そして真夏の北連ではですね、13分37秒という、またこれまたね、あの大記録で、もう本当にこう田澤選手、これ特徴なんですけど、もう年々必ずね、自己記録を更新してるんですよ。でこの田澤選手ですね、私この本で知ったんですけれども、あのポイント練習の設定を守れなかったことがないらしいんですよ。これとんでもないことです。あのポイント練習のね、設定は、あの私はもう大幅に遅れることなんかもう何回もありましたし、調子が悪い時だったらば、あの特に練習っていうのは調整せずにやることがまあ普通なんですよ。でこういったトップ選手においても、調整せずにかなり疲れが溜まった状態でポイント練習に臨むんで、あのちょっと設定が守れなくなってしまうということとかね、これは本当にあるあるというか、あっておかしくないことなんですけれども、田澤選手はそういった悪条件の中でもポイント練習設定を外さないということは、あの駅伝とかでね、どんな坂道だったりとか風とか、まあ、ある程度の適性はそれはもちろんあるでしょうけれど、しかしながら一方でこう悪条件だからといって簡単にこうボツるというか、全然外すということがない、非常に安定感の強い選手がこう田澤くんかなというふうにも思うわけですね。そしてその後の全日本インカレ、一番最近の試合なんですけれども、これらはですね、あのヴィンセント選手だったりとか留学生の選手についてですね、日本人トップをしっかりと取って、でももうこれもね、当たり前のように取ってくるというのがですね、この田澤くんの非常にすごいところ。ちなみに1万メートルの記録に関してはですね、大学1年生の時28分13
3秒という、これまたね、あの学生トップレベルの記録というか、もう日本の中でもトップレベルの記録をもうすでに叩き出しているというような、そんな期待の新星スーパールーキー田澤廉選手の走りを今日は紹介していきますので、このまま最後までお付き合いください。ではここからは田澤選手の走りの特徴からまず紹介していきたいと思うんですけれども、まず走りの特徴ですね、今日は3点特徴を挙げようと思うんですけど、まず1点目ですね、これは右側からこう巻いてくるような右巻きの走り、これがですね田澤選手の1つ目の特徴ですね。右巻きの走り、腕を振っている時に田澤選手ってちょっとこう右側からね、こうちょっと外から巻いてくるような、こういう腕振りをするのが特徴的なんですよ。こういう感じですね、こういう感じで腕振りで、この映像を見ていただいても分かるんですが、ちょっと癖のあるような腕の振り方をされてるんですね。で、左右で結構腕振りが違うので、ちょっとパッと見た感じの印象としてはアシンメトリーな走りをしている、つまり左右非対称の走りになっているというのが特徴的なんですよ。でもこの右側からこう巻いてきているということによって、これ非常にいい作用もありまして、これどういうことかと言いますと、右から巻くことによって肩甲骨と骨盤と体が連動する、体の連動って当チャンネルではもう何回も何回も言ってますけれども、これは非常に重要なことなんですが、あのこう右側こうグッて巻いてくることによって肩甲骨が動いて骨盤も動いて、でこう体がうまくひねられてですね、これによって推進力を保っているんじゃないかというふうに私は分析しております。事実ですね、これ面白い動きなのが、田澤選手って蹴り足注目していただくと、右足だけ外向きにパーンって蹴り上がってるんですよ。で、左足はまっすぐ蹴ってるんですけど、右足だけ外に向いてる。で、私何回もこれも言ってるんですけど、佐久長聖高校ってね、あの高校があると思うんですが、この高校はですね、母子球で地面を蹴るという指導をされていて、つまりこう蹴った後の足が外向きにパーンってなると、佐藤佑樹選手とか上野雄一郎選手とか、こういった選手の走りを想像してもらうと分かりやすいんですが、あの足がねこう Xみたいな感じになるような、そういう蹴り方をしているというのが特徴的なんですよ。で、田澤選手はですね、こう右からこうグッと巻くような走りをされているので、右側、右半身の癖がちょっと強い、つまりですね、右だけ X になっていると、まあ、そういうような走りをされているんですね。で、右だけ X になると、じゃあバランス悪いんじゃないのって思うと思うんですが、これが意外と良くてですね、右だけグッと蹴るとなると、右を蹴った時にですね、体全体がグッとひねられて、それの影響で左バランスを保とうと左足も結構強い蹴りになるんですよ。で、それによってですね、左右両方とも結果的に強いキックが保たれてるんじゃないかなというふうに私はね思ってるわけですね。ちなみにこの田澤選手ですね、こう外からグッて巻いてくるときに、こう手首のところでちょっとね、こうリズムも取ってるような、そういうのがねちょっと特徴的なんですよ。これ卓球じゃないですよ、卓球みたいな感じでね、こうクッ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 と腕がねこうなってるのが特徴的。ただね、ちょっと疲れてくると、手がねもともとパーなんですけれども、最後はちょっとグーになってるって、これもね面白いポイントですね。これから駅伝で絶対見ると思いますので、ちょっと疲れてきた時の田澤選手の手首注目してみてください。多分グーになってますということですね。そして2つ目の特徴なんですけれども、これは省エネダイナミック足使いですね。省エネダイナミック、これどういうことかって言いますと、これダイナミックなんですけれども、実は省エネな足の使い方してますよっていう、そういうことなんですね。で、この田澤選手ですね、あの身長176センチありまして、リーチが大変長い選手なんですね。で、リーチが長いので、あのストライドがすごく広く取られてるんですよ。で、ストライドが広いからすごくねダイナミック、つまりバネで走ってんのかなって一瞬思われるような走りなんですが、意外とこの選手はバネで走ってるのではなくて、結構しっかりめなかかと設置でしてるっていうのが特徴的なんですよ。なんかよくね、あのスローでこう走りを見てみると、ちょっとかかとからついてます。でも厚底シューズ履いてるとね、結構つま先寄りに見えるんですけれども、あの相対的にね結構かかとについてるのが分かります。特にトラックレースのこの映像を見ていただくと分かるんですけど、割とね薄い靴履いてると、前から見た時に靴の裏が見えると、これって結構かかと設置のね要素が強いという形になってくるんですね。で、どちらかというとこの田澤選手はバネでこうポンポンポンって跳ねるような走りっていうよりかは、あのすり足でですね、こう前にこう押し進むような、そんな走りをしているっていうのが一つ特徴的なんですよ。で、結構この選手前傾姿勢も非常に強いので、なんかこう後ろに蹴り出す力が相対的に強い、つまりこうキックが強いので余計にダイナミックには見えるんですが、意外とあのそんなにめちゃくちゃバネで弾むような走りではないですよというところが一つ特徴的です。まさにブルドーザーのような感じの走りですね。そして3つ目の特徴なんですけれども、これは表情のところですね。すっとぼけ顔走りですね。田澤選手の走りをねちょっと注目していただくと、表情が全然崩れないんですね。割と最後の方まで崩れないです。もう残り1キロを切ってくるとですね、駅伝ではあと何百メートルみたいな表示が画面のこの上の方にされるんですけれども、その段階でもまだね、とぼけたような顔をして走ってます。これはね、あの褒めてるんですよ。これ全然けなしてるわけではなくて、あのすっとぼけてるような顔をしてるぐらい表情が崩れない。これ本当にね、あの長距離選手じゃこれ非常に大変なことなんですよ。私なんかもう般若みたいな顔にすぐなっちゃいますからね。あのそんな中でこう田澤選手は全く表情を崩さずに走る、これはすごく素晴らしいことでして、表情が崩れないとなりますと、あのこの辺のね首の筋肉とか、この辺りが非常にリラックスした状態保たれるんですよ。で、首、肩、この辺りが力が入らないから、最後までですねパフォーマンスが落ちない。これはね
素晴らしいことです。非常にやっぱり表情崩れてしまうとどうしてもですね、体が硬くなってしまって、で走りもどうしてもこう可動域が狭くなってしまったりして、ちょっとストライドが狭くなっちゃったりとか腕振りがちっちゃくなっちゃったりということにつながるんですが、田澤選手は表情が最後まで崩れないので余計に力が入ることがない、つまり最後までスパートも効く素晴らしい走りをしているというのが特徴です。ちなみにこれ走りの特徴は関係ないんですけれども、田澤選手は最近の選手としては珍しくですね、腰ベルトをつけて走ってるんですよ。でよく見てみるとこれメーカーファイテンなんですよね。おーと思って、私は結構ねファイテンもクリオン持ってましたけれど、この田澤選手はファイテンを使ってるというところが非常にちょっと面白いところですね、はい、では最後に真似するポイントをちょっと何点かお伝えしていこうと思うんですが、まずはですね1点目ですね、これ気持ちいい、ちょっと腕をこうひねるように振るっていうところが特徴的です。で田澤選手ね、さっきもちょっとお伝えしたようにちょっと腕振りの時にね、こうまっすぐ振るっていうよりかちょっと右だけこうひねるような、こういう動きが特徴的ですよということを言いました。でこれはですね、左右非対称になるのはその人の骨格だったりとか持ってる体のバランスっていうのがあるので、それは無理やり真似する必要はないんですが、腕を振るときにですね、気持ちちょっと外からちょっと巻くような、こんなイメージ、まあこうやって横に腕を振るイメージをするっていうよりかは、肩甲骨をちょっとねこう内に入れる、生地をちょっと引いた時に内に入れ込むような、そんなイメージで振ってもらうと若干田澤選手のような体のひねりっていうのが生まれると思いますので、これによって推進力をもしかしたらうまく生み出せるかもしれません。そして2つ目なんですけど、これ膝を高く上げすぎないってことですね。田澤選手の走りってさっきも言ったようにこう膝があんまり高く上がってないんですよ。足の高さ、これ注目してもらうといいんですけれども、膝を高く上げるというよりかはこう足をうまく前にこう放り出してですね、地面を捉えてブルドーザーのようにこう突き進むと、まあこういうようなところが田澤選手の特徴なので、あんまりですね跳ねる意識で走るっていうよりかはこうノーブレーキでですね効率よく走るっていうところを意識してもらうと非常にいいんじゃないかと思います。歩きの延長線上のようなイメージでね走るっていうのが有効だと思うんですが、歩きから走りにつなげるウォークジョグといった動き作りもちょっとお勧めしております。こちらもしよかったら過去の動画ありますので見てみてください。そして3つ目がですね、これ前傾姿勢というところですね。田澤選手は非常に前傾の強い選手ですと、先ほども言いましたけれども、ちょっとですね腰を起点に前にグッと倒すようなそんな走りも特徴的なんですが、これの前傾姿勢に関してはもう過去に何度も言ってますが、身につける方法としては例えばこう上り坂を走ってみてこうちょっと自然に前傾の体勢になるようなそんな道で走るとか、まあ、こういったところも非常に有効ですし、まあ、意図的にねこう前傾をこう保っていくってなるとちょっとこう走りのバランスが崩れたりするので、そういった地形なんかを利用して前傾姿勢を身につけていくのも一つの手かもしれないですね。最後4つ目なんですけど、これ表情ですね。表情を崩さないように頑張って保ってみる、これも非常に有効じゃないかなというふうに思うわけですね。まあ、表情がですねやっぱり崩れてしまうと、さっきも言ったように走りも崩れてしまう、表情と走りというのはリンクしてますので、これは非常にですね、最後の最後までこうなんかすっとぼけて走る、宿題やってきましたけど家で忘れましたみたいな、そんな感じのノリで表情をねすっとぼけてみてもらうといいんじゃないかなというふうに思うわけですね。はい、では最後にちょっと話を簡単にまとめていきたいと思いますが、まずこの田澤廉選手の走りの特徴ですね、これ3点挙げさせていただきますが、まず1点目が右巻きの走りですね。こう腕振りをするときにちょっと右がクックックって内側にこう入り込むような、こんなねねじりのある走りをしているというのが一つ特徴的、これによって推進力を生み出せてるんじゃないかというところ。そして2つ目がですね、ダイナミックには見えるけれど実は省エネで効率よく走っていると、省エネダイナミック走りというところですね。そして最後3点目ですね、これはすっとぼけ顔走りというところですね。宿題やりましたが家に忘れましたみたいな感じのノリで、ひょっとね、非常にこう柔らかいと言いますか、まあ、力の抜けた表情で、最後の最後まで走ると、本当のラストのラストは、歯を食いしばってですね精悍な顔つきで走られていますが、それまではですね極力無駄な力を使わないというところも一つの特徴です。そして真似をするポイントとしては、気持ちちょっとこう腕をひねると言いますか、こう肩甲骨を中に入れ込む、引いた時に中に入れ込むようなそんな動きで、体のねじりを使って走ってみるところがまず1点。そしてもう一つがですね、膝を高く上げすぎずに、まあ、効率よく歩きの延長線上のようなイメージで走ってみる、そして3点目がですね、前傾姿勢をちょっと意識して走ってみる、最後4点目がですね、表情を崩さずに走ってみる、苦しくなっても無駄に表情を崩さない、こういったところを意識してもらうことでちょっと田澤選手の走りに近づくかもしれません。はい、いかがでしたでしょうか。私のランラボチャンネルではこういう風にですね、トップランナーの走りを研究して、そしてご自身の走りのいいところと掛け合わせて新たな走りを生み出していこうみたいな、こんな感じの企画をやっていこうと思いますので、ぜひですね、ランナーの方は迷わずチャンネル登録をしておいてください。そしていつも見ていただいている皆さん本当にありがとうございます。皆様のおかげで今日も動画を撮ることができましたので、また次もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。